どうもお疲れ様です、ナミさん。今日はね、私ね、ちょっとそわそわしています。というのが、ずっと行きそびれていた、床屋にね、行けるんですよね。この2週間ほど、まあ、うちのヤマトくんが、春休みになりまして、で、毎日一緒にいるんでね、なかなか床屋に行く暇がなかったんですけども、今日金曜日だけはですね、ヤマトくん、新学期の、登校日になりまして、登園日か。ちょっとね、出てるんで、その間に、2時間ほどかけて行ってこようかなと思います。まあ、私の行ってる床屋さんってのは、ごく近所にあって、まあ、歩いて1分ぐらいのところあるんですけども、髪を染めないといけないんでね。これが、ちょっと1時間ほどかかるんですよ。で、カットしていただいて、染めていただいて、この白いところがすごいでしょ。なんか髪の毛がね、こう、なんか、歌舞伎役者が、カツラを取った状態みたいになってるでしょ。ちょっと私これをね、毎日ね、このカメラで見るのが忍びなくって、帽子をかぶってこういう風にね撮影する日々が来てるわけなんですよ。ちょっとね黒く染めて髪を整えて、新しい気持ちでこの4月をお迎えしようと思ったんですけども、ちょっと遅れましたけどもね、そのようにして臨みたいと思います。これからもよろしくお願いします。で、4月7日は地方選挙がありまして、私の場合はね、こちらの地元の山田由美さんを応援しております。今回は令和新選組の所属で、押していきたいんですけども、令和新選組っていうのはね、まあ唯一と言ってもいいぐらい消費税に対して、まあ廃止というふうに掲げてくださってるところなんですよね。消費税っていうのはね、私は本当に悪税だと思っていて、特に税金の滞納問題っていうのが中小企業にありますけども、6割がね消費税が払えてないっていうところなんですよ。というのが、税金っていうのは応納負担って言って、たくさん稼いだ人がたくさん払う、あんまり所得のない人はあんまり払わなくてもいいようにすることによって、まあ場合によってはね、住民税非課税世帯って言えるぐらい納税の免除がされるぐらいね、税金っていうのはその持ち分によって支払いがまちまちなんですけども、消費税に関しては赤字を出してる企業ですら払わないといけないっていうところになってくるんですよね。まあその根底にあるのが預かり金っていうね、間違った認識ですよね。消費税ってのは事業者がその売り上げに対して払うものであってね、間違ってもお客様から一時的に預かって、それを一旦事業者がストックしておいて納税の時期にお支払いするっていう預かり金ではないわけなんですよ。ですんで、住民税非課税世帯っていうのがね、まあ一般国民の間にもあるように、その売り上げが1000万円以下の事業者っていうのは消費税を事業税として払う義務がないっていうところがね、その始まりだったんですけども、場合によっては今回ね、売上が1000万円以下でもインボイス登録して納税をしなさいっていうことになってますんで、これがねかなりきついということなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、年間売上高1000万円以下の事業者っていうのはありますからね、それやっぱりこの世の中を支えてくれてる仕事だと思うんですよ。例えば年間で300万円の売り上げでやっている、まあそういったね、フリーランスの方もいらっしゃると思います。イラストレーターの方とかね。基本的に仕入れがバンバンかかるわけじゃないんで、粗利率は高いんですけども、それでもね、年間の、可処分所得っていうのは150、60万だと思うんですよ。で、そっからね、売り上げに対する 10%、つまり300万なら30万を納税しなさいっていうことは、もう生活が立ち行かなくなってしまう可能性があります。特に、今ね、貧困層もしくは貧困層の予備軍と言われている、労働者が、もしくは労働してない方が、この日本にね、2000万人いるって言われてるんですよ。ですので、ロスジェネ世代っていうのがね、30年ぐらい前に言われてましたけども、それ以降ずっと社会に出てくる人ってのは全員ロスジェネなんですよね。それこそ、年収300万、400万なんて経験したことがないと。正社員に一回もなったことがないっていう人が今40代とか50代になって、もう逆転の糸口もつかめないことになってるわけなんですよね。まあ、そういったことを考えるとね、ますます私たちみたいに、その稼ぐ方法をね、ちゃんと発信できる、しかも10年以上変わらずに淡々と、まあ、そういった、我々のね、責務ってのは重いんじゃないかなっていう自負がありますね。まあもちろんね、みんながみんなお金持ちになれるわけではないのが、みんながね、塾に行けば、志望校に行けるわけでもないし、みんながダイエットに取り組んだら成功できるわけでもない、本人の力量っていうのもありますんでね、だから可能性を高めることぐらいしか私たちはできませんけども、まあ、それでもこうやって繰り返してね発信する中で、一人でも多くの方が新しい暮らしを
掴んでいただければなと思って日々お送りするばかりでございます。それではナミさん、4月もよろしくお願いします。ありがとうございました。